皆さんこんにちは。 PHP 研究所の渡辺雄介と申します。日頃は松下幸之助さんの学びをですね、まあ、弊社の出版物で学んでいただいてありがとうございます。今回、生誕130年ということでね、私どもから松下幸之助さんについてまた新たな本を出版させていただきました。それがね、ここにあります松下幸之助感動のエピソード集という本です。まあ、実はこの本以前に出版されたことがあったんですけれどもね、長らく時代の風にさらされまして、ちょっと出回っていなかったのを改めて新編集でですね出し直したということです。やっぱりお亡くなりになってですね、34年、松下幸之助さんのこの人間性というのがですね、実は幸之助さんの人気を支えた大きな要素だったと思うんですけども、どういう人間かというお話がなかなかこう聞かされなくなってくると、歴史の中に埋もれてしまうような感じになってしまうかと思うんですね。その意味でこの本が出版されたということはですね、松下幸之助さんがご自身のいろんなこう考え方をどのように伝えていたかということをですね、本当に分かりやすく伝えてくれる、まあ、面白い本がね再出版できたと思いますので、ぜひ皆さんにご紹介させていただこうとこう思っているわけです。まあ、と言いまして、この本を130ぐらいにわたるエピソードなのでですね、全てをご紹介するのはなかなかできないんですけれども、まあ、ちょっとだけ私からおすすめと言いましょうかね、こんな点があるんだというのをちょっといくつかご紹介というので、この動画を作ってみました。まずですね、まあ、幸之助さんっての、まあ、どういう部下の叱り方をするのかとかですね、あるいはどういうこの交渉の仕方をするんだとか、いろいろあろうかと思うんですけどもね、まずこれ部下の方に諭すという、そういう、まあ、いわゆる部下指導のお話から始めたいと思うんですけどね、こういうタイトルのエピソードがありますんでご紹介しますね。まあ、泥田を行くより回り道、泥の田んぼです。泥田を行くより回り道、これはどんな話かと言いますと、詳しくはもちろん読んでいただくのが一番なんですが、かいつまんで言いますとね、まあ、昔の話です。ある工場のを、まあ、作りましてですね、幸之助さんはですね、23歳の本当に若い、今で言ったら本当に若いですね、新入社員プラスちょっとぐらいなんですけども、そういう若い青年をですね責任者に任命したということです。で、その工場ですね、用地だけは確保してやったのを、あとの建設するところから機械の選択、添え付ける機械の選択、設置まで一切の業務を任せたと。まあ、その青年はですね、思わぬ大役でものすごく張り切ったということですね。ところがですね、まあ、作業は順調だったんですけど、まあ、いわゆるこう、なんかね、頑張る気分が強すぎてっていうんですかね、ちょっとね、評判が悪くなってきた。今度のね、若い工場長はむちゃくちゃするなとかね、仕事がきつくってとってもついていけないと、部下の人がこう言うということですね。それで、果てはですね、直訴状、工場長はたまりませんという、そういうのが幸之助さんのところに来たという話です。そしてですね、幸之助はどうするかということでですね、幸之助さんもですね、そのままにはしておけないということで、彼をですね、その責任者を兵庫県西宮のご自宅に呼んだということであります。で、幸之助さんの家はですね、田園地帯の中にこう立っていたということですね。そしてですね、家に来た工場長、若い工場長をですね、その田んぼの見える窓際にこう立たせてですね、尋ねた。君は今ここへ来るのにどの道を通ってきたと言ったんですね。どの道を通ってきたと。幸之助さんはどうもその若い工場長がね、そのこうどんな道をたどってくるのかわざわざ見てたみたいですね。もしかしてというか、そういうことだったようです。で、彼は来た通りここで曲がってここでこう来てということで、説明したわけですけど、そうやなと、それが本当の道というもんやと言ってですね、で、幸之助はこう言ったんですよ。ちょっと言いますね。なあ君、わしは君の仕事を見ているとどうも泥田の中をまっすぐに突き抜けてくるような気がするんやと。これね、すいません、汚い絵ですけど、これ田んぼ、泥田ですね。彼はおそらくこういろいろこう来たんでしょう。おそらくここでお家があるとしましょう。
ね、鴻巣さん言わんとするのはね、どうもあの泥田の中まっすぐ突き抜けてきたんじゃないかというような気がするんやと。それでは足も汚れるし着物も汚れると、靴も傷むし歩きにくい。せっかく田んぼの周りにはちゃんとあぜ道があるんやから、そこを通った方が少しは遠回りでも結局は早道やし楽なんと違うかと。君の目的はわしの家に来ることやが、その目的を達するのに泥田の中を来るか、あぜ道を通ってくるか、仕事も同じことやと思うけど、どうやね君と。でね、この工場長はね、あ、そうかと。自分のやり方っていうのはね、結構むちゃくちゃやってしまってんだなと。もう突っ込んでね、泥田の中を来てるのかという、そういう例えですね。まあ、鴻巣がこういうふうに指導したというのが、一つエピソードとしてね、あるんです。もう一つね、これ、こういうエピソードもあるんで、続けてね、ご紹介します。別に、今度家に来た、来いって言ったわけじゃないんですけどね、こういう話です。昭和33年、まあ、1958年頃の話ですと。経営状況の報告のために本社に呼ばれた、扇風機事業部長、扇風機をね、作る部門の責任者ですね、報告に来たと。で、鴻巣さんは、当たり前のことでしょうけれども、質問をすると。先月の決算はどうなっているという話ですね。で、扇風機事業部長は、胸を張って答えたと。胸を張るって答えた。赤字ですと。赤字なのに胸を張って答えたって言われる。それなりの理由、当然の理由があるってことなんですね。当時、扇風機は、夏物季節商品の中心で生産は年中行っているが、出荷は3月頃の年1回。売上の最盛期は6月から7月であった。したがって、出荷も売上もない月は赤字で当然でしょうと。という確信があるので、赤字ですと。こうね、先月の決算って言われて言ったわけですね。しかし、その言葉を聞いた鴻巣の目が光ったと。君、赤字とは大変なことやなと、事業部長を真正面から見据えて鴻巣はこう言いましたと。今度こういう言い方、君はここに来るまでどの道を歩いてきた。さっきもそうでしたよね。どの道を歩いてきたって怖いですね。小さくなって隅の隅を歩いてきただろうなと。道は税金で作られた行動である。赤字を出している事業部長は道を通るにも通り方がある。身を縮めて通れというわけである。これ普通の道ですと。さっきのどの道を通ってきたから、さっきはね道順のことでしたけど、今回のは、ね、赤字を出している部門の責任者が道路の真ん中をまさか通ってきたんじゃあるまいなと。これ公の道やぞと、ね、赤字を出して本当に税も払ってない人がね、この公の税金でできた道を堂々とど真ん中で来ることはないやろうなという、こういう話ですね。この端っこ、もう隅っこ、もう本当にこのね溝のところをすれすれ申し訳ないって思いで来たんだろうなということですね。で、このね、この事業部長、赤字についての感覚をこれを時ほど深めたことはありませんでしたと。扇風機という季節商品だけでは事業は成り立たないと。年中売れる商品を考えなければならないという課題を与えられたのだと私はその時考えましたというふうに、まあ、昔思い出してね。そしてどうしたかっていうと、気になりますよね。当たり前の話なんですけど、事業部長は考えて、そして出てきたのが換気扇、そうですよね。換気扇って扇風機そっくりですもんね。換気扇は年中、ね、台所で動き続けてるわけですから、換気扇も作らないかんなという話になってね、大いに、なんていうんですかね、啓発されたということであります。まあ、皆さんどうですかね、この2つの話、どっちもね、君どの道を通ってきたっていうのがね、ポイントなんですけど、道っていうのは、ご著書の中にも道を開くっていうね、名著もあるんですけど、道っていう言葉の、っていうか、一語ですけれども、使い方に味がありますよね、道だけでもね。鴻巣さんという人は、すなわち、こう、メタファーっていうかね、例えるのがうまい。特に、道を語らせたら、世界で一番かもしれないというふうな気がいたしましたけどね。はい。これ、最初のエピソードのね、ちょっと二つご紹介をいたしました。以上でございます。また、見てやってください。ありがとうございました。